京都嵐山天龍寺僧侶ヘンリー・ミトはこの男には夢がある。やっぱり映画、それも35ミリでな。あ、アメリカ人の父と日本人の母の間に生まれた青い目の前奏。前奏というよりも風流人国宝やんよ日本とアメリカ二つの祖国。アメリカに行くんだ。捨てたりしないね、母ちゃんを。母への思い、家族への思い、映画への思い。僕にとってはね、ただ折り鶴じゃなくて、もういなくなった人、生きて飛んでるようでしょ。だから今撮ってけって言ってんだよ。だってこんな立派な日が照ってる時に撮れなかったら、また暗くなったら撮れへんやんか。昭和を生きた複雑でうさんくさくて滑稽で愛おしいヘンリー・ミトワの波乱に満ちた物語。大ヒットドキュメンタリー横浜メリーの中村隆之監督が人間を描き人生を見つめる。善と骨、善と骨、水人か変人か。